皆さんこんにちは。ギャラリーデュッソの動画をご覧いただいてどうもありがとうございます。今日はクリスマスにちなんで、今から400年以上前にこの金沢で歌われていたグレゴリオ聖歌をまずはご披露したいと思います。クエルナトゥスインベツレヘムという歌です。クエルナトゥスインベツレヘム、アレルヤ、ウンデガウデジェルサレム、アレルヤ、アレルヤ。インコルディスユビロ、クリストゥムナトゥムアドレムス、クンノヴォカンティコ。プエルナトゥスインベツレヘム、アレルヤ、ウンデガウデティエルザレム、アレルヤ、アレルヤ。インコルディスユビロ、クリストゥムナトゥムアドレムス、クムノボカンティコ。慶長13年、西暦では1608年ですが、そのクリスマスに高山右近は自分の邸宅に1000人を超えるお客を招きました。クリスマスのお祝いをするためです。その年は本当に高山右近からすればとても悲しい年だったのです。彼の母親と息子夫婦が立て続けに天に召されていってしまったからです。ですから本当は喪に服すべき時だったのに、どうしてこんなにたくさんの人たちを屋敷に招き入れたのでしょうか。それはすでに天に召された人々ともう一度再会できるという希望を強く持っていたからです。その祝いの席に彼はある料理を提供したのだと思われます。それが金沢の郷土料理の一つ、ジュブニの元になった料理です。もともとは豊臣秀吉が小田原征伐をするときに、その陣中で兜を逆さまにして鍋代わりにし、そこで牛肉を炒めた陣中飯を高山右近が食べていました。その香ばしい香りにつられて、たくさんの武将たちがその陣中飯を食べたという記録が今も残っています。金沢に戻り、右近はわざわざ金沢までおいでになられた宣教師たちをおもてなしするため、牛肉の代わりに加賀でよく取れる鴨肉に小麦粉をまぶし、それをたまり醤油で煮込んだ料理を提供していました。当時、たまり醤油は大変高価な調味料でしたが、右近は惜しげもなく宣教師のために利用したのでしょう。最近になり、加賀藩の包丁侍として有名な船木伝内が記した料理メモが筑波大学で見つかりました。その料理メモには、すでにジュブニと称する料理が金沢で作られていましたが、誰によって作られたのかということについては記録されておりませんでした。それがいつしか料理を作られた時の音からとか、あるいは岡部ジブエモンという人物から取ったなどと推測されて今に至っています。でも本当は高山右近がクリスマスをお祝いする席で振る舞った料理だったのです。詳しい話はどうぞギャラリーまでお尋ねくださればと思います。その料理をいっぱい食べて、たくさんの人たちが天国を思いながらイエス様の降誕の祝いを捧げたことだと思います。お話はここで終わります。どうぞイエス様のお誕生を祝う喜びの思いが皆さんの心にも豊かに満ちていきますようにお祈りいたします。